山口敏太郎です。いやー、最近ですね、街歩いててもものすごい声をかけられるんですよ。一番怖いのが背後からかけられることです。それだけはやめてくださいね。山口敏太郎の日本大好き。こんにちは、南部一彦です。こんにちは、水木乃です。山口敏太郎です。はい、ということですね、今日はなんか新しい環境でちょっとお送りしようということで、はい、しっかりスタジオ前としたところからね、はい、お送りさせていただいてますけれども、うん、足がしびれなくていいね。あちゃんと椅子に座ってるからね。そう、うん、姿勢よく喋れるから。キャスパーがこうあれがない、あれもあるしね。電話もないし、いや、そうそうそう、ヤマトウィーも来ないし、うん、猫も鳴かないし、うん、いいですね、ちょうどいい。はい、久々にね、ちゃんとした環境でお送りしておりますけれども、はい、でさらにですね、今日はあの観覧をされてる方が、はい、前ちょっとあったと思うんですけど、うん、山口敏太郎祭りで、うん、あの抽選をしまして、見事社長のプレゼントがこの番組の観覧券になったんですよね。それで、だから最初引いたら、うん、まあ、T さんといううん、うちのイベントのスポンサーに当たっちゃって、そう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 、で、あ、これはもう関係者だからいいですって T さんがね、うん、辞退してくれて、うん、2人目引いたらね、うん、あんだけ170人持って当たったんですよね。すごいですね。ね、いや、ま、ね、まさかこの観覧に来てくれるとは。いらっしゃいませ、ね、遠方のところ。いや、それは面白いですか、この番組。すごい面白いです。あ、そうですか。本当に面白い。当たり外れあるでしょ。でも貧乏クオリティで、いや、そんなことはないはずなんやけどな。あの、めっちゃ疲れてる時ないですか、みんな。ありますね、うん、みんな言葉数が少ないんで。そうですね、あ、これはきっと2回目なんだろうね。え、ちょっと待って、観覧車とガツガツ喋っていくスタイル、これ。ガツガツ喋るスタイル、これ、で行くの。わかんの。いや、ええよ、ええけど、うん、それやったらそういう風に俺、頭組み替えるから。わかった。ええのね。いや、どうなの、最後のエンディングにまた出てもらいましょう。いや、ほんと、なんか綺麗な女性の方でね。はい。で、あの、うちを作って来てくれた人ですよね。そうなんだ。そう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 。そうそうそう。すごく盛り上げてくれた。ちょうど真ん中に座ってたんですよ。そうそうそう、よく覚えてます。ど真ん前に座って、すごい応援してくれて、だから山口敏太郎のギャグをあの100人ぐらいの客の中で唯一笑ってくださった人。違うわ、もっとあなただけでしたよ、笑ってた。そんなことないですよね。はい、ないですよ。みんなどっと笑ってる。そんなことないに決まっとるやろ。なあ、なあ、そういうことですけど、すいや、すごいですよ、すごい、全部新しい。そうやな。あの、視界にチラ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 映る、ハチハチっぽいおっさんは何なの？なあ。なんでお前急にグラサンかけ出してる？隠し撮りしちゃった。なんやお前は。もう、もう衣装着てなかったら誰か分からへんやないか、うん、お前。いや、これであの、ちょっと待って、ちょっと、お前も喋るスタイル。お前も喋るんかな。いや、もういいんですよ。ごちゃごちゃしてるな。音綺麗なってんのにな。はい。ということでね。まあな。まあまあ、お送りしていこうかなと。うん、いうことでございますけれども。この間ね、焼津のイベント行ってきました。これもう。ヤグモ記念館。そうそう、放送からしたらもうだいぶ前ですけど。うん。うん、でも、どうでした？それ聞きたい。いや、これがね、うん、それのイベントに行ったっていう方からメールいただいてるんで、うん、しょっぱなですけど、うん、軽く。ぜひぜひ。いいですか？はい。はい。ビーマネーム、タカボンさんからいただいています。タカボンさんって、俺、名刺交換したことあるタカボンさんかな。うん、どう？ね、タカボンさんってツイッターでもつながってる気がする。パーソナリティやってる、あの DJ やってる子じゃん。どのタカボンさんだ。そう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 。それ。しゃべらさんぞいうパーソナリティおる。ね、ひどいよね。読みますよ。本日焼津のヤクモだよ全員集合へ行きました。日本大好きのヘビーリスナーである私はそのノリでルンルン気分で会場へ入ったのですが、他のお客さんを見てびっくり。大抵が地元のおじいちゃんおばあちゃんであろう方で。南部さんが問いかけても山口敏太郎を知っている人もほとんどなし、公民館の健康教室のようなその雰囲気と思い描いていたイメージとのギャップに聴衆である私自身が先行き心配になるほどでしたが、てんてんてん、
でここから、それぞれ出演者の皆さんなんですけど、うん、相上さん、とにかく突っ走る尊道教は宝物だと思いました、最初はポカーンとしていた皆さんも最後には知らなかった薬物の歌の合唱、これ後で説明しますね、はい、歌いにくい後半部分を南部さんの雰囲気を指しての強制カットナイスでした。しずきさん、唯一記念イベントの趣旨にドンピシャの会談、周りの人も引き込まれるように聞いていたのが印象的でした、ということで、僕が MC やったんですけど、南部さんの MC お世辞抜きに光っていました。ウクレレエイジさんが火をつけ、相上さんで不思議な雰囲気となり、しずきさんで引き込まれる全く別方向の3人をつなぎつつの経過の話、お見事でした。終わってみれば周りの方も静かな満足感に包まれているような感じです、ね、静かな満足感よくわからんな、まあ、満足したんだったらええやろ、ね、そんな雰囲気だったんですか。イベント終了後に、南部さんとウクレレイジさんに握手していただきました。ウクレレイジさんの芸はもちろん、そのお人柄の良さを強く感じ、知ることができてよかったです。南部さんは実物もスタイルのいいイメージ通りの粋な兄ちゃんって感じで安心しました。そこだけ強調するな、ということでね、はい、よかったですということでいただいてるんですけど、これ静岡の焼津でね、焼津小泉八雲記念館というところがありまして、そこが10周年で、その本イベントじゃないその前のイベントでちょっとお試しでやってみようかって。本イベントにも絶対声がかかるよ。そうですか。向こうからも絶賛の声が俺どう来てるしね。基本的には会談のイベントに入るんですか。今までね、ただ八雲の朗読だけとか、そういう感じだったから、今回ね、会談紙芝居という、ね、今日来てくれてる八八君が漫画家として描いた絵を、しずきが紙芝居的に語るとか、ね、話して、結構新機軸が多かったと思うので、だからちょっと一応向こうと話してるのは、ちょっと10周年はもうちょいメンバーを増やしてやらせてくれんか、みたいな話。いや、これがね、静岡焼津で昼1時からの開始だったんですよ。昼なんだ、そう、夜じゃないの。そうってことは、東京での集合が朝7時やった。ああ、早いね。これのっけからまあまあ早いなぁ、で、僕朝4時半起きとかですよ。で、うわぁ準備して、で、午前6時55分ぐらいに、むちゃ汗の駅にね、ギリギリついて、もうこれ全員揃ってるやろなぁと思ったら、誰も揃ってへん。あれ、神田だったっけ、待ち合わせ場所。そうそうです。で、神田駅で、パッて見たら、その当時、その出演者の中で一番大先輩のウクレレエイジさんがポツンって立って、なんで大先輩が一番早く来てんねんと思って、ほいで、まあまあ久しぶりですね。相上ちゃん遅れた？いや、来てなかったんです。ほんで、マジかよ。ウクレレエイジさんのマネージャーさんがふわっと来あったんですよ、指示があって。ほんで、向こう車置いてますんで、僕ちょっと行くとこありますんで、先行っててくださいって言って、そう、車がもうあってみんなおるんかな、思って。で、こう道の方に出てみたら、ウクレレイジさんが、あれだねって言うから、なんかこう黒いワンボックスが止まってたんですよ。で、そこで4人ぐらいがこう荷物の搬入みたいなのしてて、あれですねって2人でバーッ駆け寄っていって、おはようございますって言ったら全然知らん人ら。マジで、大人が2人してね、しっかり目見て間違えた。あら、なんか今からスノボ行きますみたいな4人組で。おしゃれさん、ね、そんな幕開けでしたけど、本当にでもよかったんちゃう。なんかそういう割と市役所がやってるお堅いイベントに、もうレギュラーとして呼んでもらえるようになったっていうのはええことやと思うけどな。皆さんが想像してらっしゃる、お客さんね、人生の先輩方よりも、もう一回り上を想定してもらったらいい、それはどういうことや。そんな感じでした。もうすごい全く未知の客層やん。あ、そうです、そうです。まあまあね。本当の地元の人。そう。で、僕ね、MC で最初出ていくから、よくある、小泉八雲を知ってる人、みたいな、やったんですよ。普通何人か手を挙げるものとしてこっちは考えてるわけですよ、言うことは。そしたら誰も挙げへん。手を挙げないの？そうです。知ってるよね。全員知ってるんですよ。知ってるのに。小泉八雲は、ここの宝やっていう認識が全員ある。ですよ。これ、後にアンケートで分かったんですけど。100% 上げる流れだよね、本当はね。そうそうそう。あ、まあ、上げる流れ、上げる流れというか、シャイなんでしょ？あ、シャイなんだ。いやいや、全員知ってたと思います、あれは。あの感じは。で、しょうがないから俺が上げたんですけど。僕知りません、すいません、教えてください、みたいな。ノリで行った。
あ、知らない人を手を挙げてくれって話。あ、そうです、そうです。あ、そうか、私ごめん、逆だと思ってた。あ、そうそう、知らない人、知らない人ね。知らない人ね。うん。あ、それはなんかもう誰も挙げないよね、そりゃそうだもんね、地元だもんね。そうだ、知らん人おるかな思ったけど、おらんくて、で、がっつり、小泉八雲について知ろうとしてきた人が集まってきた。だって研究家の人も入ってたでしょ、客何人か。ええ小泉八雲の研究家の人が何人か入ってたね。マジっすか。うん、プロ中のプロよ。いや、それでまあウクレレエイジさんとかね、まあ相上ちゃんとか、ウクレレエイジさんあれでしょ、なんかあの三浦翔一みたいなパロディーであったんやろ。いや、まあ、やりましたよ。すごかったですよ。まあまあ、あの、当然最終的には盛り上がったんですけど、その、ウクレレイジさんって、トンネルズの皆さんのおかげでしたの、あの、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権っていうのが代表でよく出てらっしゃって、まあ、あれって、まあ、言ってみたらちょっと、ね、ミドルエイジ以下の笑いじゃないですか。だからウクレレさん、その、最初つかみでなんかいろいろ言って、で、本ネタに入っていくんですけど、まさかの本ネタに入っていった方が、客がシーンとなる。っていう、すごい空気感でした最初。えげつらいな。なんかね、あの、つなぎでマニアックでごめんね、微妙でごめんねっていうブリッジがあるんですよ、ウクレレさんと、うん。ほんまに微妙な空気になって。へ、まあ、もちろん最後には取り返したんですけど。ああ、取り返して。いや、だから、やっぱりみんな戸惑う客層やね。うん、その客層は誰もやったことないでしょ。うん、だからそれはきついと思うわ。すごかったですよ。まあでもあの、うん、あの焼津小泉八雲記念館のあの主幹の人と学芸員の人も来てらっしゃるんですけど、うん、まあ、うん、喜んでたみたいね。いや、よかったですみたいな。なんか市役所の家内おいらさんのちょっと硬い人も喜んでたらしいよ。マジっすか。こんなんあるんやみたいな、こういう解釈あるんや、小泉八雲の新しい解釈を知ったみたいな感じで。ああ、ウクレレさんも相上ちゃんもクリアしたんや。そうなんだ。うん、まあまあまあ。相上ちゃんはどんなことをやったんですか。小泉八雲の歌って歌歌ってたんや。そう、それが出てきた。そうなの。やっつけ感半端ないとか、なんか小泉八雲をテーマに歌を作って歌ったの。あのね、歌詞の中に八雲っていう3文字が50回ぐらい出てくる。うん、ヤクモ、ヤクモ、ヤクモみたいなやつを、あの、最後みんなで大合唱しましたからね。それどうなんか。あの、ほんで最後、あの、主幹の人、その、記念館の、うんうん、あの、今日のイベントは、小泉ヤクモのイベントだということを忘れないでくださいって言ってました。心に留めてね。そうそうそう。決して変な演芸大会じゃないよ。そうそう。いうことやね。あの、でも、高坊さん以外でも、ね、あの、A 君、うん、まあ、名前は伏せるけど、A 君という、はい、あの、あれですよ、常連のリスラーも行ってたみたいやし。うん、何人かね。結構で日本大好き聞いてる子が行ってるはずやね。そうなんだ、うん。いや、でも、はい、盛り上がりはしましたね。うん、まあ、よかったね。まあ、今度は八戸とか。あ、また調子も今年盛り上がるからね。ああ、そうなんですね。うん、で岐阜もちょっとまた相談してるんですよ、いろいろ。だからいろんなことが今後あるだろうとは思いますけどね。うん、はい、ということで、じゃあ、ノアさんに趣旨をね、今日言っていただけますか。趣旨。はい。はい、じゃあ、すみません。はい。お願いします。この番組は、21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニーの面々が自由気ままにトークする番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、ほか YouTube、iTunes ストアなどでご視聴いただけます。過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りのアドレスは、日本大好き2005@yahoo.co.jp。採用された方にはステッカーを差し上げます。はい、ということでね、新たな環境でお送りしたいと思いますね。はい、ステッカーもそろそろ届いてるみたいなんでね。あ、そうなんですか。はい、ということで今日ゲストいますんで、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。山口敏太郎の日本大好き。前世滝沢バギーのツイートに1日1回イラッとしています。皆さんこんにちは、山口敏太郎です。弊社が運営するオカルトニュースアトラス、世界の UFO、ユーマー、心霊事件、都市伝説、陰謀、ありとあらゆるとんでも情報、不思議情報を網羅しております。毎日10件以上のニュースが更新されています。ぜひともこのニュースサイトアトラスを検索し、毎日読んでください。
山口敏太郎です。山口敏太郎のサイバードナティは大変好評を得ております。3億円事件やグリコ森永事件の闇、オウム事件の真相、山の民参加、海の民の秘密、さらに霊がいるとしか思えない心霊事件、また数々の霊能者の姑息なトリック、日本政府がひた隠しに隠す UFO 事件の真相、陰謀暴虐事件、 UFO 軍事都市伝説、心霊呪い、ユーマ宇宙人、全ての謎を網羅する山口敏太郎のメルマガサイバーアトランティアをぜひお読みください。毎週火曜深夜発売です。メールマガジンフーミー、メールマガジンフーミーで山口敏太郎のサイバーアトランティアを検索してください。はい、ということでね、今日はゲスト、来ていただいております。じゃあ自己紹介どうぞ。この方です。はい、どうぞ。あ、こんにちは、作家の中澤武史です。え、はい、いらっしゃいませ。1年ぶり、1年、どんくらいぶりなんですかね。1年は経ってない。1年経ってない。うん、経ってないと思います。いや、山口さんから直接電話があって、うん、新しくスタジオで番組をリニューアル始まるんで、うん、準レギュラーの中澤くんには来てほしいって言われたんですけど、うん、絶対に準レギュラーって呼ばれるほど僕は出演してる覚えはないなと思って本当どのくらいぶりなんだろうって感じ。しょっちゅう来てるやん。いや、しょっちゅう来てないですよ。それ多分、うん、僕が出てない時に山口さんが勝手に僕の話をしてるから来てるつもりになってるだけで、僕本当多分半年に1回ぐらいですよね、多分呼ばれてるの、うん、きっとね、半年前ぐらいかな、だと思います。全然そんな十分準レギュラーですよ、うん、いや、半年に1回しか来ない人準レギュラーって言わないですよ。俺の中では準レギュラーや。この番組、隔週でやってる番組ですよね、うん、そうだよ、隔週でやってる番組、半年に1回しか来ない人、普通のゲストですよ、ね、それ全然。あ、というか1個あれなんですよ、僕日本大好き、まあ、決して毎回聞いてるわけじゃないんですけど、うん、まあ、時々聞いていて、うん、あ、山口さんが僕の話してるなとか思う時あるんですけど、うん、山口さんが全く身に覚えのない僕の話を言うんでそれだけはやめてください。あのリスナーの方信じてるかもしれないんで。冗談と言ってるだけ。いや、結構気にする人いるんですよ。え、本気にするの？やっぱあの山口さんのファンの方ってね、オカルト好きの方が多いじゃないですか、うんうん、でオカルト好きの方って純粋まっすぐな人が多いから、うん、山口さんが言ってることは本当なんだと思って、うん、中澤が女と同棲してるとか、うん、そう、そういうと信じちゃう人もいるんですよ。してないですからね。で、うん、前もたまたま聞いてたら、うん、山口さんが中澤は早瀬をライバル視してるみたいな。で、まあ、当然僕と早瀬さんの人間関係なんて知らないから、うん、水木さんも、うん、南部さんも、うん、そうなんや、うん、みたいな感じになってるから、ね、なんで西の言葉しちゃうの。いや、南部さんがそうなんやみたいな、そうだから、もちろん南部さんも知らないんで、うん、もしかしたら本当に中澤は早瀬をライバル視してんのかなって多分思っちゃったと思うんで、うん、そう、出演者全員がそうなのかなって。じゃあ訂正しとくわ、はい、早瀬は、はい、俺はエンターテインメント路線を行ってて、うん、同じ事務所の山口さんとぶつからんから賢いけど、うん、早瀬はがっちりストロングスタイルやから山口さんとぶつかって、うん、アホやなって言ってたよ、ね、言ってない、そんなことも言ってない。ちょっと入ってもらいましょう、はい、作家の早瀬さんです。早瀬さん、どうも、林康弘です。よろしくお願いします。はい、どうも、お願いします。はい、ライバルじゃないですよ。ライバルじゃないですよ、本当に、うん、マブダチですよ。そうだよ。それも何でどうなのか。マブダチっていう4文字をたどたどしく言ったあなたが初めてやる。マブダチですよ。マブダチ。ほんまにもう。でもこの間、林さんと初めてファミレスで結構がっつり喋って。あ、そうです。そうです。正直。ライブやったよね。あ、そうです。でもそれより前だったんです。緊急検証。そうですね。一緒にライブもやりましたし、はい、ライブやってる時に林さんに脇腹ガーンって。やってないです。いや、正直タートルカンパニーってコミュニケーションめっちゃ受けてるわ。うまくいかない。観覧の方が受けてくれたらもう何よりなんですけど、正直タートルカンパニー。でもこれ、4つ5つ下ぐらいに優秀な後輩が来たら怖くない？いや、でもよく言うんですけど、うん、林さんがめちゃくちゃ売れても、うん、別に僕の仕事のパイ奪われない。芸風が全然違うから。例えば仮にですよ、うん、別にライバル視してないですけど、うん、まだ、相上さんとかの方が、うん、オカルト界における芸風はまだ被ってます。被ってる、ね。多少ですよ。うん、林さんが、このスタイルでめっちゃ売れたとしても、うん、僕とやってること全然違うから、うん、あんまりそういう意味で言うと別に林さんが売れるからって何も脅威に感じる必要はないし、分かった、ごめん、売れてほしいなって。君がライバルしてんのは吉田裕貴やったな。いや、吉田裕貴さんなんてもっと僕と進んでるみたいな。あの人、UFO もユーマも興味ないって言ってましたから、ね、ごめん、
お前が嫌いなのは吉田豪だけだったな。嫌いとライバルは別ですし、そうです、別にそんな嫌いではない。否定はしないですね、じゃあ。好きではないかもしれないです。ああ、そうなんだ。好きな人いないでしょ。いないよ。そんなことはないです。好きな人もいっぱいいますって思う。好きな人作った方がいいですよ。え、僕が好きな人、あ、僕は好きな人いっぱいいますよ。僕が好き、僕は好きな人いっぱいいますし、なんか知んないけど山口さんがよく、中澤くんはすぐ誰々が好きとかよくわかんないジャンルをつけてくるんですけど、それは好きな人いくらでもいるわって話。そんな好きな人があんまりいない人のがおかしいです。あ、そうなの。だからそれはこの世界に尊敬してる先輩もいれば、大して尊敬してない先輩もいるし、いろんな人がいる。安西レオ尊敬してない。いや、レオさんはめちゃくちゃ尊敬して恩人。尊敬してない心配だな。それは言わないですけど、それは言えないです。けど、でもそれはいろんな人がいるますよ、それはもちろん。そうなんですか。なんで本当あの久々に日本大好き、次に呼んでもらえるのは多分半年後だと思うので、また半年後、多分ね、夏が終わったのと、これだけ言っとくのは、山口さんが番組の中で言う中澤情報は、うん、話半分で聞いてる、半分以下よね、半分以下でもいいか。もし嘘つくならちょっといい嘘の話しといてください。女と同棲してるとか、早瀬をライバル視してるとか、何も僕にとってプラスにならない、プラスになる情報を言ってやるよ、これから。これからプラスになる方で、それだったらいい、病気のおばあさんをかい病あの助けた、あ、そうですね、そういう町角で助けたとか、嘘ですけど、そういう嘘だったら許せる、許せます、分かった、そういう嘘を流しといていただける、うん、ちょっとまた悪だくみしとくドキドキ、はい、さあ一連の下りは終わったでしょうか。終わった、終わりました、はい、長い下りで申し訳ございません、はい、いやいや大丈夫ですよ。中澤さんといえばね、はい、あの本業作家の方もお忙しくされてまして、うん、そうですね、ありがたいことに、本が出ましたね、うん、これ宣伝しましょうよ、ね、いきなりよろしいですか。あ、どうぞどうぞどうぞ、ね、今年になってちょっと2冊とりあえず本が出まして、まず1月にあの久々に小説の新刊が、うん、いいね、あの文庫版とかあったんですけど、書き下ろしの新作として本当久々にあの出まして、うん、タイトルがあのキモイマンっていう、うん、ちょっと初恋芸人とはちょっとなんか文体が違うよね。そうですね、あの今回いわゆる、うん、僕としては初めてライトノベルっていう小説のジャンルに挑戦したつもりで、うん、あのやっぱライトノベルの文体に直すのが本当に大変で、そうやな、まあ、実はここだけの話、うん、この本1月に出たんですけれど、うん、僕12月に小学館に4回監禁、監禁って言葉はよくないですね、うん、小学館に4回監禁、小学館に4泊したんですよ。あ、もうでもそれ、それ嬉しい体験やね。まあ、なんか、飛鳥先生もよく缶詰になってたって締め切り。まあまあ、そういう、なんか、タコ部屋っていうのがあるんですよ。はいはい。もうあの、締め切りがやばい。サッカーそこに閉じ込めるんですよ。ラジオや言うこと意識しような。みんなな。え、タコ部屋って別に。綺麗なスタジオでな。禁止用語じゃないですよね。いや、ええー、けど。まあ、ギリギリ。ギリギリなの、タコ部屋って。いや、ギリギリを攻めんでもいいし。じゃあそこ P にしといてください。まあ、せんで、せんで。小学館にそういうところがあって、そこに僕12月に4回も小学館で、で、つきっきりでも編集さんに、時々編集さんが覗きに来るんですよ。まあ編集さん他の作家の仕事もしなきゃいけないんで、で僕はずっと小学館で、だ結構、ちょっとライトノベル初挑戦だったんで、ストーリーっていうよりはそのライトノベルの文体にすることに本当に、あれはね、あれは独特の世界なんですよ。そうなんです。誰しも書けないでしょ。ライトノベル好きで読み込んでないと、中澤さんその読まもね、いや、読んでたんですけど、ただ確かに普通の小説、まあいろんな小説あるじゃないですか、うん。ライトノベルが本当に何よりも好きっていうタイプの人間では確かいなかったんで、そこは本当空戦したんで。だから僕らの世代は栗本薫とか、はい、藤川圭介とか、はい、まあ、藤川だと宇都宮とかね、はい、あの、あれか、栗本薫はあのちょっとあの魔獣っぽいやつみたいなね。そういうライトノベルの初期のやつしか僕ら読んでないから、うん、今のライトノベルの文体読んだら読みづらくてね、逆に、うん、あ、文体にやっぱこうなんていうか、やっぱジャンルによって全部変えますよ、あるんだ、いやいや、変えますよ、いやちゃうやん、内容やんか、内容は文体よりもね、な、まあ、内容っていうのは、ね、まあ、どんな今日はどんなライトノベルに挑戦したんですか、まあ、先生は。もう手短に説明しますと、お、あの、やっぱ高校生ぐらいの男ってスクールカーストの最下位、最底辺ぐらいの人間でも、ありますね。例えば小学生から見たら結構頼れる兄ちゃんだったりするじゃないですか、ね。いくら高校では最下位でも。そうね。だからこれも主人公の高寺くんって人は、高校のスクールカースト、ま、一番下なんですけど、小学生の女の子から見たら頼れるお兄ちゃんに見えちゃって、なるほど。ひょんなきっかけから、お兄ちゃんヒーローみたいだね、みたいなこと言われて、どんどん乗せられて、ヒーローの格好をして、
はい、悪者と実際に戦うことになるんですよ、うん、ところが仮面ライダーみたいに別に改造手術受けてるわけじゃないんで、はい、別にヒーローの格好してるだけで弱いまんまなんですよ、うんうんうん、なんで悪者にボコボコにされてしまうというですね、そのボコボコにされながら彼が最終的に何を掴むのかみたいな、うん、まあでもちょっとしたその最下位の人にありがちなちょっと青春ものみたいにもなってるんですかね、はい、そうですね、だからそういう意味で言うとジャンルは変わったんですけど初恋芸人の時にもあったようなそういうダメな人が主役の、うん、まあやっぱ僕にしか書けない、うん、実際アマゾンのレビューとかを見てても、うん、ここまでライトノベル読んでて救いどころのない主人公は。やっぱね、ライトノベルって言っても、例えば純文学の主人公とかって結構もう人生的にアウトしてる人とか多いんですけど、うん、ライトノベルの主人公ってある程度共感しやすいように割といい人だったりするんですよ。ダメな人風に描かれてても人としてはいいとこが結構あったりっていう。うん、そういう意味で言うと、キモイマは結構ライトノベルの主人公としては、うん、結構はみ出すぐらいダメな人間だったり、結構自分を投影してるところもあるの、自分を投影してるところもあります、ね、ヒーローに変身していくっていうのは中田だけじゃこういう格好するのとリンクしてる、まあ変な格好してる、うん、外で歩くっていうのはちょっと自分とリンクしてるところもあるかもしれないですし、うん、あとあれですよね、子供の期待は裏切れないっていうのもあって、子供の期待を裏切れないことでどんどんドツボにはまっていくところとか、僕中学生の時にやっぱり学校で全然友達とかほとんどいなくてうまくいかなかったんですけど、うん、なんか学校の授業で幼稚園に研修に行く授業があったんですよ中学生の時に、うん、なるほど、したら学校ではもう全然誰にも相手されてなかったのに、うん、クラスのリーダー格より僕のが圧倒的に幼稚園児の間で人気を取れたんですよ。それはやっぱりウルトラマンとか詳しいんで、うん、幼稚園が言うことを全部僕の方が他の生徒は返せないんですけど、うん、僕は幼稚園児やってくるとちゃんと同じ番組を見てるんで、はい、しかも僕のが昔から知ってるんで、 そしたらすごい尊敬されて、うん、実話に近いやん、キモい。まあその時の体験もちょっと、うん、ヒントになってるっていうか、ダメな高校生とか中学生も、うん、そういう幼稚園児とか小学生からは尊敬されることもあるなっていうのが、うん、ちょっとヒントになった小説ですね、うん、どうですか、はい、その小説書いてみて、はい、なんかこう反響みたいなのは。そうですね、でも本当久々の小説だったんで、本当に初恋芸人以来待っててくれてた方とかも結構言ってくれましたし、何年空いた ?5 年ぐらい空いた。そうですね、本当純粋な新作としてはもっとですね、7年ぐらい実は、やっぱり山根さんもご存知だと思うんですけど、やっぱり本ってやっぱデビューする前ってデビューが一番大変だと思ってたんですけど、実は2冊目が一番大変だなと思って、やっぱ1冊目出した後ずっと自分の場合書いてたんですけど本になれなかった、のがようやく、まあ、去年その初恋芸人のドラマ化とかもあって、うん、もう一回注目してもらえるようになって、うん、まあ、本2冊目も出せて、うん、まあ、ちょっとまだあんま言えないですけど、その後ちょっとまたいろいろ書いてみたいな話がつながってるんで、うん、よかったな、まあまあよかったですよ、ね、よかったな。でもこれで2冊目3冊目といったから、うん、そうですね。あ、そう、3冊目っていうか、ね、実は今年、この冊、これの方が売れそうな気がするね。確かに。まあ、小説じゃない。2冊目の方もちょっと。今年、はい。もう一冊実は3月に本が出まして、これ小説じゃないんですけれど、うん、陽線社さんって映画秘宝とか出してる、はい、名門ですよ。そうですね、映画本としては、映画秘宝セレクションっていうシリーズで、平成特撮世代新時代のゴジラ、ガメラ、ウルトラマンと仮面ライダーというちょっと長い本ですけど、これは面白いと、面白いんですけれど、これはだからちょっとなんすか、図鑑的な、これはですね、説明本みたいな特撮体験論っていう、仕切る、いやそんなこと書いてない、そんな偽情報ない、お前ら俺の話を聞け、いやそんなこと一切書いてないんですけど、そんな口調で書いてない。山口さん、山口さん、今のボケ誰にも受けてないですよ。大丈夫ですか？めっちゃ受けてるわ。嘘つけ、観覧のお客さんだけ。お前、いやいや、もう唾すら飲み込まんかったやないか。ファン大笑い。嘘つけ、嘘つけ。いや大爆笑。これはまあいわゆる評論本ですね。あ、評論本ね。で、実は特撮の評論っていうのは実は結構本出てるんですけど、いわゆる特撮が一番流行った時代って僕より上の世代なんで、その僕らより10年20年上の人が書いた特撮評論本しかなかったんで、まあその80年生まれの平成特撮育ちの人間が書いた評論本ということで、ちょっと新しい切り口でやってるんで、今までなかったもんね、このパターンがね。なんでぜひゴジラとかガメラとかウルトラマン、仮面ライダー興味ある人、あと80年代90年代の子供文化とかに興味ある方、ぜひこちらも。怪獣復活のキーワードだな、これがな。そうですね。まあね、はい、よろしくお願いします、ということで。だからもう子供
文化が愛してるよね、はい、中澤さんはね、うん。そうですね。やっぱ子供、やっぱ自分子供の頃影響を受けたもので、ずっとここに来て、うん、ね、オカルトが好きな理由も小学生の時であった飛鳥昭夫先生の影響があったりするので、うん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 、いや、そうやと思う。それで来てますね。うん、だから子供から人気が出ると。子供から人気出るといいんですけどね。いろいろね。あとはこのユーマ本や中澤武史のユーマ新解釈みたいな。まあそうですね。やりたいです。うん、はい。いいかげん山口さんのユーマ本に待遇人間載せてください。いやもうやめてよ。俺は載せたくないんです。最近出た新刊もユーマのページあるからドキドキしてみたら、待遇人間のこと一言も触れられてないな。触れたくないよ。いや、あ、はい、ということでね。はい、じゃあ今日またこの後いてくださいね。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。山口敏太郎の日本大好き。キキとララの身長は1373km です。阿波遍路そば眉山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階で営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校眉山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052。 阿波遍路そば眉山に来てくださいね。作家でオカルト研究家の山口敏太郎です。みんな徳島に来たら遍路そばを買うてな。気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー。参加人数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブ、気の合う飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーは誰もが気軽に楽しめるサークルを目指します。入会費、年会費は不要。イベント参加費のみでご参加いただけます。一度きりの人生だからみんなで楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。山口敏太郎に聞け。はい、山口敏太郎に聞けですけども、お便りいただいております。ビーマネーム川口寛太郎さんですね。はい、いつも楽しく拝聴させていただいています。先日ティム・バートン監督のミス・ペレグリンと奇妙な子供たちを見ました。特殊能力を持つ子供たちが迫害を避けるためある島の施設で集団生活を送っており、うん、悪い特殊能力者たちと子供たちが特殊能力を使って戦いを繰り広げるゲゲゲの鬼太郎を彷彿させる内容なのですがゲゲゲの鬼太郎かゲゲの森ね。そのうちのクレアという女の子は頭の後ろに口があるという能力で、まさに二口女ではないでしょうか。ドラゴンを竜と訳したりしますが、日本の妖怪で西洋にもよく似た妖怪のいる例は他にもあるのでしょうか。また皆さんが特殊能力を一つ使えるようになるとすればどんな能力で何をされますか、教えてくださいということでいただいております。うん、それは何もでもあるで、あの雪の女王、雪女、向こうにいた雪の女王やからね。ああ、雪の女王は雪女か。雪の女王。そう、うん。で、鬼とか子鬼は向こうにいたゴブリンでしょ。天狗はあるかな。天狗はないかもしれんが、さすがに。鼻が長いっていうのがちょっと。ないね。それはないかもしれんけど。うん、でも、土の子もおるからね。そうですね。うん。うん、あの、ヨーロッパに土の子、あの、あるかしら。タッツェルブルムですね。はい。野口瑞希さん、マラさん。ああ、見たって言ってましたよね。あの、ヨーロッパで土の子見たとか言ってたね。うん、日本の妖怪と西洋の妖怪って似たやついっぱいあるからね。あの水木しげる先生が言ってたの、うん、妖怪戦隊説って言って、どこに行っても名前とかが違うだけで、うん、同じようなものを人々はどこ行っても感じてるって言われてましたよね。そうそうそう、だから、うん、そういう意味ですよ、西洋のモンスターとかがね、日本の妖怪とパターンがね、パターンがね、一緒っていうのは 1000パターンぐらいしかないから、うん、妖怪のパターン1000個ぐらいですか、全部で。水木先生はおっしゃられてますね、妖怪戦隊説、あー、あ、僕は日本の方が多いような気がするけどね。うん、私もそんな気がします。日本ってやっぱ細かくキャラクター作るの好きじゃないですか。やっぱ妖怪チロリとかね。妖怪サダとかね。サダ。でもこれ妖怪研究者みんな知ってます。妖怪サダ、鼻水を出す妖怪ですよ。妖怪チロリは長崎の妖怪で、品物を隠してしまう妖怪。まあ妖怪悪息は臭い息をバーッと吹きかける妖怪とかね。やっぱりいくらでもありますよね。うん、で、
この妖怪なんやろってこう気づく時がよくあって、うん、もう中澤君もそうやと思うけど、はい、新妖怪に当たった時の興奮の、あ、そうですね、のね、すごさっていうのがあるもんね、うん、だからね、あの僕ら地方に行くでしょ、妖怪マニアは必ず図書館に行って妖怪の資料をめくって、うん、うわこの妖怪初めて見たっていう妖怪をね、はい、例えば中野区ですらあるんですよ、中野区 あの区立図書館に行くでしょ、はい、で戦争前の教育委員会の資料とか見るでしょ、うん、この妖怪初めてやっていうの まだ出てきますか、あるんですか、まだあります、もう僕17歳から妖怪 IWGP と言ってですね、うん、妖怪を世界中から全部とりあえず日本からやろうとやってるんだけど、うんうん、50歳になったら今でもまだ当たります、新しいやつ、うん、あ、そうですか、これ何って、うん、だからね、あの妖怪は1000種類ぐらい、不思議、まあ基本形は1000種類で、うん、日本はそのアレンジが多いからね、うん、そうですね、あ、そうか、うん、なんか同じような特徴のやつも名前変えたりとかの、そうそうですね、あのさっき言ってたの、うん、妖怪二口、二口女、うん、頭の後ろに口があるっていう、うんうん、あれはどういうメリットが、あれはね、あの何がいいことあります、日頃ここに隠してるんですよ、 髪の後ろに中に隠してて、隠れていて、それで、うん、まあ山ンバとかね、うん、二口女のパターンなんですけど、うん、でまあ、どっかの嫁になって旦那さんいない時にここに口を掘り込んで、うん、いっぱい物を食べて、あら、あっという間にお米なくなったわねってとぼけるような感じ、あ、だから妖怪とバレないように髪の毛を隠してる、へ、まあ、バレるけどな、そうです、ね、バレますよ ね、 たらね、別にメリットはないです、ね、メリットはないよね、うん、妖怪は役に立たないやつが多いですから、ね、妖怪のその、その妖怪さん本人の何かこのメリットを考えてはダメなんですね、妖怪さんのメリットってダメですか、うん、そうだから、例えばその一旦もめんでも何でも、はい、その妖怪さん本人にとって何がこう楽しいのかっていうか、それは人間には分からないところも、ね、そう、何かこう、あのいいことがあるわけでしょ、その本人にとっては、まあ、妖怪はでも現象ですから、あ、自意識がないかもしれない、まあ、あ、そうか、現象か、現象でただ白い物体が飛んでるのが一旦もめんで、うん、通行を遮断するのが塗り壁でしょ、うん、さあ塗り壁ちゃんに自意識がどこまであるか、なるほど、まあ、北野の影響で僕ら自意識があると思ってますよ、うん、その影響あるのかもしれない、塗り壁はね、うん、実は北野に勝ったりするんですよ、アニメの中では、うん、結構実力者なんです、うん、日本プロレスにおける猪木より強い坂口政治的存在が塗り壁なんです、だからね、うん、でもそれは漫画の中でキャラとして声優さんが当ててるからそういうふうに思ってるけど、うん、なんかどっか雪んこかなんかかばって北野と戦うとかね、人間臭いとかあるのはアニメの設定じゃないですか、うん、実際に例えばいろんな場所に塗り壁出るんですけど、はい、僕わざわざ塗り壁出る場所で大分県で行ったんですよ、はい、確かに夜行った妖怪出そうな場所なんですけど、うん、塗り壁ちゃんが何を思ってるのかよく分からない、よく分かんないね塗り壁が出たからといってね、うん、その塗り壁にとってどんないいことがあるのかなっていう、うん、妖怪の自意識って考えたら、うん、そうですね、まあ犬とか猫ぐらいちゃうんかな、うん、犬が寒いな暑いなお腹空いたなぐらい、うんうん、それぐらいでしょう、まあそうですね、だからもっと考える妖怪あるかな、台風、はい、あの唱えてるやつ中澤さん、台風人間ね台風人間は唱えてるやつよ、そう中澤さんが捉えてる台風人間は、はい、あれは人間なんでしょ、あれは意識を持ってますね、意識を持ってますよね、はい、でも深く自意識があって深く考えるある人、うん、まあその僕らと、うん、多分僕でもあれなんですよ、宗教の話もそうなんですけど、うん、あの僕神様がいないとは言わないんですけど、うん、もし神様がいるんだとしたらもう人間の物差しでは測れない価値観で考えてるんですよ、うん、僕らの言葉でこういうふうに考えてるって言えるようなものはもう神様じゃないと思ってるんですね、うんうん、確かにそうね、それと一緒で妖怪とか台風人間とかもなんかは考えてるんでしょうけど、多分もう人間とは僕らがそのミジンコの気持ちがわからないのと一緒で、もう違う価値観で生きてるものだと思うんで、なんかは考えてると思うんで、めっちゃ台風人間中澤武史怒ってるらしいで、なんでですか、なんでですか、お前のいじり方がおかしい、いやいやいや怒ってるらしい、僕が一生懸命台風人間唱えてるおかげで最近は台風人間フォロワーも増えてますからね、そうだ、台風人間について新説を発表する人とかも増え出してきてますからね、もういやもう悪しき習慣じゃないですか、そんな話広げるなよ、そんなことなんですよ、これは大事な、猫人間どうなったんや、猫人間もね最近あんまり撮影者の高さなくなっちゃってね、そうですね、あ、そうなんですか、僕の友人なんですけど、ちょっとガンをずっと患っててね、うん、そうですね、期間で余命1年って言われて、長い間もう患ってて亡くなっちゃったんですよ、去年、
そしたらね、写真の権利は全部中澤君使い放題です。なんでそんなにやらしいか、そんなこと全く思ってないですし、あのちゃんとあの高さんが亡くなられた後、うん、本当遺族の方とも本当やり取りをさせていただいて、本当去年初めてお会いしたんですよね、高さんと僕直接は。結局メールやり取りしてた、俺はもう何度も思ってるから、ね、そうです、直接僕会えたのは去年が初めてっていうか、それが最初で最後になってしまったので、本当、いや、その亡くな、ちょっと話逸れるけど、うん、亡くなった高信夫さん、はい、アーリンさんとこう、うん、更新してるらしいで、あ、亡くなってから、亡くなっていろいろ楽しい、向こうで楽しい、楽しい楽しい、楽しい、あの向こうは楽しいんですか、向こう楽しいんです、霊界楽しそう、ああ、よかった、いいですけどね、うん、そんなんや、じゃあ今度、じゃあ俺、うん、アワーズのライブの時にアーリンさんと高さん、うん、アーリンさんに憑依した状態でゲスト出てもらおうかな、うん、ね、面白いと思う、またなんか炎上しそうな企画亡くなった友人を呼びたいわけですよ俺は、うん、友達に会いたくない、まあまあ、亡くなった、そうですけど、まあ、その例えばいた子の話とかもそうなんですけど、うん、どこまでそれが本当に信じれるかですよね、うん、要するにだからいた子の自意識が入っとるんちゃうか と、うんうん、とかそうです、だからこれが、ね、亡くなった友達の言葉ですって聞いてもどこまで受け入れられるかっていうのは、うん、ちょっと難しい、おかしいとこだなっていうのは正直ありますね。まあそうなんだよね、うん、でも多分脳内変換一回してるやん、その降りてる人が、はい、うん、だいぶニュアンスだって、こうやって普通に中澤君こうやってこうバスの中で伝言ゲームやってもな、はい、話ずれてるじゃない、うん、あ、うん、そっか、キャッチしててもそのまんまの言葉がストレートに伝わってるとは限らないってことですね。中澤君が死んで、はい、俺の夢枕立っていろいろ言うやん、まあ、俺ラジオで言ったら死ぬ順番おかしいですよ、ね、山内さんが先に死にますけど、ね、例えば中澤君が交通事故で不良の死を飛んで、いや嫌な例えだな、例えば、まあまあ、例えば、ね、例えば、はい、それで俺の夢枕立つやん、はい、で山内さんこういうこと言ってくれって言うやろ、はい、俺ラジオで言うやん、はい、絶対話変えてると思う。いやすごい嫌な話ですよね。え、うん、まあだから確かに正確に伝わったとしても、その人はどう訳すか分からない。まあそうですね。うん、それはある、うん。まああれですよ。まあこれどんな超能力欲しいかって言ってましたけど、はい、だいぶずれましたね。はい、僕はね、はい、やっぱりね、霊界とこの世を行き来できるような能力があったらいいな。それは欲しい。スウェーデンボルグや、早坂。そうですね。スウェーデンボルグの能力か。はい、霊界、うん、とこっち、うん、まあ名作で言ったらファーストやな、地獄編みたいな、うん、あっち行ったらこっち行ったら、うん、どう、それもやっぱり興味ありますね。いや、まあでもそれは僕もやっぱり霊界とキャッチとか霊界行ったり来たりする能力がすごい欲しい、ね、うん、面白いよね。小野のあれでしょ、小野の高村があの京都のお寺の近くからこう姉をに下って移動から、うん、で帰ってくるとかやってたでしょ、あ、うん、ああいう能力欲しいな、あ、それは欲しいですね。で亡くなった自分のおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、亡くなった友達とか、うん、もうだいぶ50になったら増えてきましたから、ね、うん、友達よく亡くなってるんですよ、うん、なんか八八さんがなんか見てますけど、なんか降りてきてます、え、降りてきてる、あ、そんなにね、そんなにびっくりしなくてもいいもんだと思うんですけど、あれパラシュートでしょ、いきなりポポポポってあの飛行機から通って降りてきたから、飛行機から降りてきたの、ああ僕のマイク入ってるかな、スタジオで窓があるんですけど、その窓から、僕の特殊能力はね、なんでやねんお前急に入ってくんなよ、さっきから俺ら二人黙ってたけどさ、写真撮ってくれるから、聞くかいだと思って、そんなにね、そんな騒ぐのが変わったわけじゃない。黙れ、黙れ、キモイマン黙れ、キモイマン黙れ。あの、窓があって、うん、で、空が映ってるんですよ、これね。うん、あの、すごい、眺めのいい、うん。で、そこで観覧してた八八が、なんか降りてきたぞ、みたいな、UFO 的なものを確認したから、うん、本番中にもかかわらず声を出したって、うん、その辺ですね。はい。そうですよね、早瀬くんね。そうそう。やっちゃん、そうだよね。そうなんだよね。そうなんだよね。いちひこ兄さん。そうだよね。そうなんだよ。はい、じゃあ続きどうぞ。あれ、あれ、あれやで、奈良市の空挺団のパラシュート訓練。ああ、あっちの方が。そうだね。自衛隊の陸自の基地があるね。うん。うん。ということで、京都に直していくか。ね。まあ僕はそんな、まあ、あの世の行ったり来たりする能力、じゃあ中澤さんの特殊能力は、そうですね、まあでも本当に似たようなもんですけど、ドラえもんの秘密道具を、うん、え、全部とは言わさない、全部一つぐらいしとけよ、全部はなぜなんですね、そりゃずるいだろう、じゃあ増える銀行を、あーあー、増える銀行ね、増える銀行ってすごいんですよ、1時間に1割利子がつくんですよ、おそ、えげつないドームです最後それを子供が読む漫画の、そうだよ
ネタとして出す。それあれやん、水木さんのさ、はい、第2期ゲゲの鬼太郎のさ、幸福という名の怪物ってあった、はい、ありましたね、はい。ね、幸福がでかくなっちゃって、はい、家も押し潰されちゃう。はい、それやろ。まあそうですね。まあ似たような。まあ、服やな。まあ真面目に欲しいものを言うと、まああらかじめ日記とかあの辺が欲しいですけど。ああ、それか。あれ、それ特殊能力？特殊能力じゃあ、ノアさん、ノアさん、ノアさんどうですか？私はね、まあいっぱいある。今のスウェーデンボルグのあれもいいんですけど、まああえて言えばタイムスリップ。へえ。タイムスリップしたいですか？タイムスリップ能力。うん。うん。過去に行ってみたい。で、過去のもそれも、えらい昔。地球が始まるぐらいの死にますよ、それをねちょっとどんな状況だったか見てみたい、全ての時代を見て回りたいっていう、そういうことね、そういう感じ、うん、あまあね、あ、うん、じゃあついでにじゃあ早瀬さん、早瀬さん特殊能力何が欲しいですか？僕はむちゃくちゃベタですけど、うん、千手観の早瀬になってみたいですよね。手ね、千手欲しいですよね。千手欲しいよね、はい、ちょベタなんですか、ね、ベタ千手観の千手早瀬になってみたいですよね。まあいろいろ仕事できますよね。そう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 、で見た目からやっぱ入りたいんで全部そうなんですけど、うん、なんかそのスポーツ始める前に先になんか物買っちゃうみたいなタイプなんですよ。あ、でもそれわかる。なるほど、だから能力よりも先に見た目、だから千手欲しいですよね。千手早さになりたいです。はい、まあ、かっこいいもんね。そうですね。はい。んな感じでしょうか。南部さんは僕、社長と一緒、社長と一緒。はい、ということで、ステッカー差し上げまーす。気配薬じゃん欲しい。山口倫太郎の日本大好き。一つ言っていいですか、一つ言っていいですかって前置きやめてくれませんか。山口倫太郎です。タートルカンパニーの公式ファンクラブができました。その名は空神。空に神様と書いて空神と読みます。これはですね、天狗という意味で、山口倫太郎タートルカンパニーが空に高く舞い上がるという意味を込めております。加入するとなんと弊社主催ライブが全て500円割引、さらに年に1回開催されるタートルカンパニーの春のパーティーに参加する権利をもらえます。皆さんぜひともタートルカンパニー公式ファンクラブ空神にご加入ください。検索すれば空神サイトは出てきます。さあ一緒に空を飛んでみませんか。山口倫太郎です。山口倫太郎タートルカンパニーの動画サイトがオープンしております。さまざまなコメントやさまざまな活動告知を見たいならば、 YouTube で山口倫太郎公式チャンネルを検索願います。またノーカットで地方で開催されているイベント、町おこし、ライブなどを見たい方はニコニコ生放送の山口倫太郎チャンネルを会員登録願います。その地方でしか見ることができないさまざまなイベントやライブをノーカットで見ることが可能です。皆さん、山口倫太郎 YouTube チャンネル、山口倫太郎ニコニコ生放送をよろしくお願いいたします。はい、ということでエンディングでございますけどね、はい、あーどうですか。新しいスタジオから、うん、どうですか。気持ちがいいです。いや、気持ちがいい。外が見えてね、すっきりしますよね。私もなんかこう見てると UFO 出ないかなと思って、狭い編集部で撮ってると、うん、だんだん陰鬱な気持ちになってきますからね。やっぱ あそこ地盤悪いね。それだからやっぱ場所の影響ってありますよね。それで何年やってきたと思ってんの、うんね、そうですよ ね俺らあの環境の中、いや、やっぱああいう時を経て人間とは徐々に良くなってくるんですよ。でも違います。うん、そりゃそうです。場所が変わるとやる気入るのかなと、僕も半年ぶりぐらいに来ましたけど、うん、こんなに真面目にやってる山口さん久々に見ました。日本大好きの時ですよ。日本大好きの時の、いや、ちゃうね、あの若干上がってんねん。上がってる。だいぶ緊張してる今日。いや、してないって普通通りやわ。途中なんかヘッドホン外して持てるし、なんか熱いなって。熱いやろ、ちょ緊張してるからね。いやいや、いや、室温が熱いからここ違う。へえでないわ。いや、まあ、でもまああれはね、こういうのもなかなかいいよね。これからはずっとこのスタジオで仕事。いやもちろん当然ね、スタジオの方と許可取らなきゃいけないんだけど、うん、そしたらここだったら例えば別にホリプロさんとかね、あのアミクにも俺電話しようかな思ってたぐらいから、吉本さんとかね、うん、島田君とかにも、島田秀平とか声かけやすいからさ、うんうん、だからここだったら俺ええなと思うけどな、うん、今まではゲスト呼びにくいですもんね。
いや、やっぱり報道したし、人は呼べなかったよね。うん、そうですね。ちょっと原点に立ち返ってたな。はい、各社の有名人を呼ぶと。カシャッと音がしました。カシャッと音がしました。自由な空、結局は自由な空気は。俺のマイク入ってる。俺のマイク入ってる。早瀬くん、俺のマイク入ってる。特殊能力。特殊能力ちゃうねん。もうええねん、それ終わったやんや。またパラシュート降りてきましたよ。え？たくさんパラシュート降りてきましたよ。あの、早瀬くんさ、はい、俺思うねんけどさ、スタジオが変わっても人が変わらんと何も進歩しないよね。ね、やっぱりね。カーテンつけたらいいのに、ここ。なぁ、真っ黒にしてもたらええな。真っ黒にしたらいいですよ。あんま吊るしたったらええな。外が気になっちゃってダメね。まあ、まあ確かに、うん。本番中に外が気になります？いや、でももう。なります。僕はない、そんなこと。もうでも熱心なファンの方が、外が気になっちゃうぐらい、どうしようもないトークをしてるっていうことなんですか。なるほど。そうやね。結構でもみんな。違う違うって言うてはるやん、ね。ありがとうございます。ポッドキャストでも聞いてはる人多いし、うん、真面目に結構聞いてて、ほんで俺が喋ったこと忘れてる、1年前のこと忘れてるからさ、はい、パッと言われて、うん、なんでそんなこと知ってんのって言ったら日本大好き言ってたとかね。ああ、でも確かにたまに全然そのオカルトとか関係ない場所で、うん、日本大好き出てた方ですよねって言われたこと何回かありますね、うんうん、あ、そうなの？結構びっくりしますね、ここでそれを言われるかみたいな、うん、だってポッドキャストもランキング入るし、聞いてある人多いもん。うん、影響力一応あるんだなと思って。一応です。一応あります。中澤武史と山口敏太郎はどうなんやろ うな、仲がええんよな基本、うん、だおらん時でも中澤さんの話したり貯金総額とか言って、まあ、僕も山口さんがいないところで山口さんの話をしてますけどね。そうそう、だから今日見てるとすごい仲がいいなって。もちろんなんか、なんかそれは不仲ではないんですよ。ただ別に一番好きではないっていう、うん、そりゃそうや。山口より好きな人もいっぱいいるけど山口さんのことも好きだっていうだけで好きな人の中の一人ではあります。元仲良しいっぱいあるもん。いや、そらそうでしょうけど、ね、ただ別に山口さんと中澤さんが、中澤武史が不仲だっていう話がどっかで出てたとしたら、別にそんなことは、いや、南部は不仲にしたいんだよ。南部はね、不仲でしょうとか、ね、中澤がとかでできて不仲でしょっていう。これあの、聞いていらっしゃる方ね、はい、今いらっしゃいますけど、そんなこと俺一言も言ったことないよね、はい、言ってます。うん、同じようなこと言ってたよね。同じようなこと言ってる。で、俺は何も言わへんねん、この場合。言う、過去でアーカイブ聞いてもらったら分かるって、過去に一回言うてるって。過去に一回言ってるか。後輩がこんなできて、ほんまムカつくでしょとか言ってたもん。よう覚えてるね、そんな。いや、ほんでね、さっきも、でもね、君は言ってた通り、はい、やっぱ分野が違うわけよ。うん、な、俺の書いてる本とは、俺は超常現象を作る。そうそう、あ、思い出した。そうそう、中澤武史のことに関すると、うん、あなた必死になるんですよ、なんか。いや、躍起になるのよ。いやいや。だから貯金総額とかも調べてんのよ。超えられるんちゃうかっていう恐れがあるからと思うんだよな。その、潜在意識の中で。いや、で、なんか本とかも出されると、小学館みたいなドカーンでかいとこから出されてるから、うわうわうわ、どうしよう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 ってなってる。知らんのよな。じゃないかなっていう話を一回したことあります。あのな、出版物っていうのはどっから出しても同じやねん。ほんで、中澤さんの場合は高みの見物やから、どっちか言ってみたら、うん、ほーみたいな、ほーみたいな、そんなイメージが俺にあったっていう話はしました、一回。いや、でも全然、俺も飛鳥先生も先輩連中は気にはしてない。要するにこれって、作家の世界ってこれ長距離のマラソンやから、うん、第1コーナーで中澤ものすごいスピード上げてきても僕らやっぱり何十年もマラソンしてきてるから、うん、じゃあこれが50歳の時で維持できとうか、飛鳥先生60代半ばで維持できとうかってまだ別問題やもんな。今日観覧の方、山口敏太郎のこの服とかヘアスタイル見てどうですか？最高です、ね、最高、そうか、よかった。洗脳されてる、ね、最高。山口敏太郎ファンなんですよね。そうですよね。メインはやっぱりそこですか？やっぱメインはそこですね。知的でこう飾らないところが。ああ。まあ、こいつは飾りまくりでしょ、中身がやってるね。いや、知的で飾らないところがね。ケビン・ベーコンみたいな。ケビン・ベーコンやって。いいですね。いや、だって、俺、だって、お前知らんけど、オカルト界の俺の知識量の多さって、気持ち悪いぐらい多いやろ。いや、まあ、だから、しょうもないことはしてる。いや、ほんとそうですよ。僕言う、だからよく言うんですけど、人としては。あ、話いつの間にか戻してるわ。本当だ。びっくりしたね。びっくりしたね。人間としては、山口さんよりいい人、世の中に5万といるかもしれないけど、でも、いや、そんなことないよ。オカルト戦闘力は、本当に、もうドラゴンボールで Z 戦士にちゃんといますよね。ちゃんと、悟空の横ぐらいに多分いると思う。そうそう。俺の場合は正面で喧嘩してるふりしながら、じわじわと横から攻めたりするから、ね。だから、やっぱりその、
なんていうんだろうな、やっぱ守備範囲が違うから、全然き、うん、あの、同じサッカーといっても。でも、なんで気になるの、じゃあ。いや、育ってもらいたいから。ああ、だから、ひいきにしてるみたいなこと。そうやな、変なイメージをついてもらいたくない。まあ、あの、山口敏太郎事務所でタレントとしてやっぱり売れた、売れる可能性がある唯一の人間でしょ。唯一ですか、いや、いや、もう中澤さんはだから売れてるよ、作家としては。普通に。作家としてはな。だって知ってる人いっぱいいますもん、俺の知り合いとかで。うん、それは。え、中澤武さんってお前んとこの事務所なんみたいな話いっぱい聞きますから、うんうんうん。いや、でもね、タレントからは素人としての第一週って前も言ったように、第一週が終わって、第二週目をうちの事務所で営業して、たけしさんの番組とか緊急検証レギュラー入れたでしょ。この2週目走り切った後ですよ、うん、3週目どうやるか。その時に僕はこの怪獣のコラムの本とかね、うん、ユーマの本が生きてくるんですよ。今度は専門家の中澤先生と呼ばれる段階に行けるかどうかってところですね、うんうんうん、だから僕は中澤たけしのアイドルオタク論とかね、うん、なんかねもっとねそのテレビで評論家として評価されるのが第3週目かなという、うん、そういうふうに考えていくと、うん、しょうもない変な争いをしているように煽られるのは、うん、社長としてはこれはおいしくないという、うん、そういうところですね。まあ深く考えてやろう俺な、うん、そうはよくわかんなかったですけどそう言わなあかんよね。いやでも中澤さんはどうなん、あの林さんと組んでイベントやりたいって昔山口敏太郎祭りで言ってましたけど、言ってました、で実現したのそれ。まだやってないですけど、まあ、この間結果的に一緒に、はい、あの緊急検証のイベントで林さんと僕ともう一人、はい、吉田さんで3人でやって、うんうんうん、今まで僕山口さんとあと飛鳥さんっていう、まあ、大先輩2人とやることが多かったので、今回割と近い世代で、自分が最年長、ね、吉田さんが僕の1個上なんじゃないですか、ね、あ、吉田君が一番だと思います。最初。はい、あ、そうなの。私的には吉田さんが一番上でした。え、何年生まれだったっけ。僕81年生まれで。え、何年生まれ。僕が88年です。あ、だいぶ年下。結構確かに。林、うん、さん実は結構年下だったんですけど、はい、まあなんか、いつものメンバーと変わると、イベントの雰囲気も、林さん結構過去のイベントはお客で見てたじゃないですか。そうですね、見てました。だいぶ雰囲気変わりましたよね。そうですね。全然。それはいいことか悪いことか分かんないですけど、雰囲気は違いましたね。うん、雰囲気が違ったって、どういう盛り上がり方が違ったって、うん、ただね、これさっきの芸風の話と一緒で、うん、実は、うん、芸歴的に言うと山口さん、飛鳥さんの話は僕より全然違うんですけど、はいはい、で吉田さんなんか僕と年は近くなる代わりに、はい、好きなものの趣味はまるで違うんですよ。はい、吉田さん UFO、ユーマとかあんま興味ないとかなんで、うん、そういう意味で言うと不思議なイベントっていうか、みんな得意ジャンルが、まあもちろん林さんも違うし、はい、三者三様違う方向にボールを投げてるんで、ちょっと不思議なイベントっちゃイベントでしたよね。だからどうファンジャッジすればいいか分かんないですよね。誰が活躍してたかとかっていう。あ、なるほどね。ただ個人的にはやっぱり飛鳥さん欲しいなと思って。飛鳥さんはもう勇退したばっかりやから、いやすぐ帰るわけじゃない。イベントの MC で小柳さんって、まあ、番組の緊急検証のプロデューサーさんがやってたんですけど、はい、最後に終わるときに、うん、あの飛鳥さんがいればジェジェジェとかやってくれるのになってボソって言ってたんですよ。その要はわーって盛り上げる役がいないんですよ。みんな暗いから、だからやっぱ飛鳥さんみたいに山口さんもジェジェジェはやれないじゃないですか。いや、さすがにできるな。イベントってでもわーって盛り上げる役割ってやっぱ必要なんだなって本当思いますよね。そうやな。だからそれは吉田さんもできないし、僕も林さんもそういうキャラではないんで、そこはちょっと思います。難しいとこやな、ね、まあだからオカルト界というのはもっと人材を増やして、はい、業界を成熟させれば、うん、もっとまあ、芸人の世界が少なかったらものすごい今芸人さん増えたでしょ、はい、オカルトを書くタレントさんとか、うん、作家さん増やせばね、はい、仕事も増えていくから、これから我々の世代で増やさないからね。だから、うん、林さんみたいなちゃんとした人が入ってくるの、うん、僕も大会目、林さんのさ、都市ボーイズをさ、はい、めっちゃあの若い女の人が多いっていうので人気でさ、ね、いやこの間のイベントもなんか最前列に、うん、ちょっと若い女の人がちょっといや若い女の人が座ってて、そうそう、だから案の定林さんのファンでしたから、ね、うん、だからその都市ボーイズの女子人気に、うん、そのね、あの目の前のキモイマン2人も、キモイマン2人乗っていかなあかんやっぱりまあね、乗っからっていかんと、それは確かに自分が上がりたいと思った女子人気は欲しい当たり前だよいや、林さんの女性人気は僕もあやかりたい。いや、だって、林くん、ツアーやってもライブやっても女の子ばっかりやもんな。女の子ばっかりなんすよね。うわ、うわ、めっちゃ。ムカつくな。めっちゃムカつくね。何やこいつ。いいなぁ、って思う。何やこいつ。血やないね。男の子シースは。めっちゃ腹立つ。めっちゃ腹立つやんけ。すげえなぁ。いや、そうよ。だって中澤さんのファンはあんまり女の子、うん、あー、でも俺、ね、最近ちょっと増え
では確かに。サブカル系のなんかいい感じの。そうですね。確かに今年は結構バレンタインも。でもらったの。私なんか高島でゴジラチョコみたいのや始めてて、新ゴジラの効果。そう、そういうのはやってる。あったんですよ。結構高級なゴジラチョコ。ゴジラチョコ。それもあって、今年はなんか例年になく、これは中澤さんにあげた方がいいんじゃないかって思ってくれた。ゴジラチョコ。ゴジラチョコを見た瞬間僕を思い出した人が結構今年は。すごい。じゃあみんな、例年よりは。ね、もうイコールゴジライコール中澤くんと思ってくれるようになったよ。まあね、ありがたいことですよね。だから、まあ、あもちろんね、林さんの足元にも及ばない。いやいや、僕はロックさんだけですよ、もらってんの。そう、本当ですか。それファンの声くれたりせんのくれてるんですかね。僕全然見ないんですよ。何もらってるか。一番ムカつくやつや。一番もらってんの分からへんけど、みたいな。ちょっと本当に分かんないですわ。自分じゃ届いてますね。自分じゃ届いてるんですかね。僕は一個一個、一個一個ちゃんと写メに撮って記念に残しといてもらう。そりゃすごい。それめっちゃムカつく。めっちゃムカつく。いや、本当にでも、数人でした。いや、まあまあね、もらえるだけでもありがたいですから。でも、言っても山内さん、モテるらしいですよ。モテますね。そうですよ。目の前に観覧の方から表になってるじゃないですか。もう大阪のライブを30代、40代の女子の方が来てもらって。もうちょっと下はいないですか ?30 代、40代女子なんですか。いや、なんかもっと若い子だとお父さんに見えるみたいだから、あかんみたいな。やっぱり応援してくれはる人は30代、40代の人が多い。若い女子は林さんに行くわけですね。都市ボイス行くやろ。しょうがないですよね。心が病んでる。しょうがなくないわ。こっちはもうどうしようもないので。やったら来ちゃうので。ちょっと僕もどうしようも。そこはもう全然コントロールできない部分なので、それ来ちゃうんですよ。それ言うてええの、ジャニーズ事務所の人だけ。今風やからな。ああ、そうですね。トークがな。でも若い女の子来るって大事ですよね、どの世界。まあ、その消費活動につながるから。はい、ということでね、はい、そろそろお別れの時間かもしれませんけども、はい、あ、じゃあお便りのアドレス一応言ってもらえますか。はい、はい、お便りのアドレスは日本大好き2005@yahoo.co.jp、 公式ツイッターは @bintaro_日本、採用された方にはステッカーを差し上げます。はいね、いただきましたけども、今日はだから観覧の方、来ていただいてますけども、またね、ぜひぜひまた聞いていただいて、今日はあれですわ、山口敏太郎に抱かれて帰ってください。ありがとうございます。余すところなく。はい、ということで、お願いします。ハッピーでした。ノリがええねんだから基本的に困るな。はい、ということでね、また次回です。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。We are the G-Street Band. We are the G-Street Band. 今夜もまた街が熱にうなされた青春の記憶がはみ出し者たちの夢がくすぶり続けてる俺たちの胸で、そしてもう一度夢見ることを夢見る。 We are the G-Street Band. We are the G-Street Band. 今夜もまた